はい、どうもこんにちは。今回はですね、ブログの方に、まあ以前からね、数人の方にご質問をねいただいてたんですけど、僕が普段使ってるねギター、まあ大体モディファイしたりとか作ったりしたギターが多いんだけど、吊るしがね本当少ないんですよ僕。大体手を入れてあるギターが多いんですけど、それでご質問のメールがねちょこちょこ解説していただいてるんだけど、いっぺんにねある程度こう何本かねまとめてちょっと解説してもらうとありがたいなっていう内容のね、同じような内容のメールをねちょっと数人の方からいただいてましたんで、今日はね久々に、全部じゃないけどねまとめてちょっと、このギターはここをこういう風にしてます、ここをいじってますとか、まあその辺の話もね、ちょっと簡単にしてみようかなと、思います。うん、今日はね3本かな。テレキャスト、あとはアリアの古いやつと、モズライト、その3本をね今日はちょっとご説明しようかなと思います。それでね、これこの前も登場した、まあ、ずっと使ってるね自分で作ったテレキャスなんだけど、僕がね最近ちょっとテレキャスでもテレキャスの、デラックスね、ピックガードが大きいやつね、うん、まあカスタムじゃない方のダブルハムのやつね、テレキャスターカスタムにちょっとなんかブームが来てる、マイブームが。うん、でそういう話をねもう以前から知ってたんだけど、で知り合いがねちょっとそれを覚えてたみたいで、でこれねなんかね楽器屋さんでねジャンク品コーナーでなんか見つけてきてくれたらしいんですよ。安かったらしいんですよこれ。まあプレゼントだからいくらって言ってないけど、本当になんか数百円で買ってきたからあげるっちってもうくれたんですよこれ。テレキャスターカスタムのね、まあメーカーはわかんないんで、裏にアルミも貼ってないしね、まあそんなにいいやつじゃないと思うんだけど、まあ作りは別に悪くないしね。それでまあその知り合いがね、まあテレキャスターデラックスが欲しいって言ってもあんたのことだから吊るしはどっちみち買わないでしょっつって、また欲しくても作るでしょっつって、でこれちょうどあったから買ってきたっつってね、でくれたんですよ。でちょっとね合わせてみたらね、いいんですよ。いい感じ。こんな感じ。まあ、こんな感じになるんだよね。つけるとね。まあ、普通のカスタムと同じ感じだね。でね、皆さんご存知だと思いますけど、フェンダーのこのカスタムのやつのハムバッカーはね、大きいんだよね。ギブソンに比べるとね、これがね、ギブソンの今490なんだけど、こんな感じ。ガバガバですよね。フェンダーのやつね、でかいんですよ。まあ、でかくても、まあ別にこうでもいいかなと。どうしようかなと思ってね。まあ、ピックガードで隠れちゃうからね。もし、ザグロが何しようが、ピックガードつけてない状態だから、この状態にはね、ちょっとザグっちゃうと戻せなくなっちゃうんだけど、ここのリアもね、ちょっとこれ、あえてガバガバで、ザクってあるしね。まあ、ワイルドな感じを演出したかったから、これは意図的にそうやって作ったんだけど、だからまあ、ここ、ザクっちゃってもいいかなと。ね。うん。で、これはね、せっかく買ってきてくれたから、これをね、使うってことで、これがね、これにしようか、で、どうしようかなと思ってね。で、いろいろちょっと悩んでたんで、そうしたら、前もね、ちょっとお見せしたんだけど、これ使ってないモズライトのね、63年タイプのやつので、巻き数がね、ちょっと、ターン数が少ないやつね。これね、8.5 キロでした。測ったら。フロント用だから。うん。で、これはね、まぁ、ちょっと縦幅は足んないんだけど、横幅ね、まぁ、いい感じかなって感じでね、これ。これをね、つけちゃう。8.5 だからちょうどいいからね。うん。これね、今つけてるのがね、これがだいたい6.5 ぐらいのやつなんですよ。うん。で、まあ、リアはね、これダンカンの TB の5ってやつなんだけどね、これがね、大きい。これは13キロか14キロぐらいあるんだけどね。
ということで、これね、また完成したらね、ご報告しますけどね。まあ一応、まあこの状態もね、結構気に入ってんだけどね、こうワイルドな感じで。で、たまに黒のピックガードはめたり、まあ透明のピックガードはめてね、ここにちょっと、なんか、ポスターじゃないけど、写真入れたりね、遊べるからね、これ。まあ、剥がせるステッカー貼ったりとかよくやってんだけど、まあちょっとワイルドに。まあ、この大きいピックガードはめてもね、シール貼れるしね。で、ここはね、多分、埋めちゃう。穴ね。埋めちゃって、ここにステッカー貼れるようにね、やるつもりなんですけど。まあ、とりあえず、いただきましたんでね、こいつをちょっと使って遊んでみようかなと思います。うん。この前ね、登場したテレキャスターの、あれはね、この女の子の顔があったでしょ、この辺に。あれはね、シールじゃなくてね、作るときに、下地の、白を塗ってからね、ちゃんとウォータースライドシールで作って、デザインしてね、あれ CG で作ったんだけど、女の子の絵を、ウォータースライドで貼って、それから、クリア拭いてね、仕上げて、で、また何層にも塗ってね、剥がれないようにちゃんとして作ったの。で、ロゴも書いてあったけどね、ノックミーアウトってね、あれもね、全部シールじゃなくて、塗装のクリアの前に全部やってあるやつね。まあ、この辺はね、ちょっとお遊びでシール貼ってましたけどね。では、あれまたね、今度説明しますけどね。はい。じゃあね、そういうことで、まずね、このよく使うテレキャスね。もうこれは、作って、もうちょうど10年ぐらいなんだけど、この前もね、お話したけど、アッシュですごく軽いです。で、ここについてるのが、ステッツバートレモロってやつね。うん。まあ、僕のブログからもね、結構チェック入れてくれてる人を、結構多いんですけどね。まあ人気がありますよね。結構高いんだけどね。2万円以上するからね。うん。で、そのね、テレキャス用のステッツバーのこのピックアップ側だけね、グラインダーでカットしてね、こう分離してね、こっちは使わない。これっちはね、ダンカンをね、直接ボディに直付けしてます。うん。で、これはね、セイモアダンカンの TB5 ってやつ。14キロぐらいだったかな。結構、ワイルドなやつなんだけど、一応ね、ミックスの時に使うだけなんだけど、まあ一応タップでシングルになるようにしてあります。まあ、シングル単体だとね、あんまりちょっと使えないかなって感じの音なんだけどね。シングルだ、ギアね。で、これが今ね、ハムの状態で、これを、タップ入れてシングルにすると、まあちょっと軽くなる。ちょっと細すぎるかな。うん。だから単体で、タップで使うことはなくて、こう、普通のね、ハンバッカーで、フロントのシングルとこうミックスするときね、これちょミックスなんだけど、これでこの時にタップを入れて、ちょっと粒立ちがね、やっぱり良くなるからね。うん。ミックスの時に、タップを入れるね。で、スイッチはね、まあ、リアで使うことが多いんだけど、普通リアだとこっちなんだけど、このね、過激に弾くときね、指が当たる、こう、ガンガン弾くときね、どうしても当たっちゃうから、ちょっとあんまり美味しくないなってことで、リアのときはね、逆にしてやります、スイッチ。こっちにするとリアで、まあ、センターで。こっちに落とすと、フロント。フロントの場合はこうやって弾くことなくて、こういう感じでね。ちょっとなんかブルージーに弾くこと多いから、こっちに当たることあんまりないからね。だから、まあ、こっちがリア。うん。で、リアの場合はね、結構バイオリン奏法をね、僕やるんですよ。リアを使ってね。その時に、やっぱスイッチがこっちにあるとね、指が当たっちゃって邪魔だからね。だからリアは、こう、上に上げた時にリアになるようにしてあります。うん。で、
まあよくね、ある程度シールドが長いとね、そのままスイッチをひっくり返せばいいんだけど、まあちょっと突っ張るのがね、線突っ張っちゃうと故障のもとだから、一応反転逆に、スイッチを持っていくことを前提に、配線してあります。突っ張らないようにね。こっちをリアにする前提で配線してあります。で、ポットはね、普通の CTS の250、あ、これ500だ。500キロの A カーブを使ってます。ボリュームね、CTS ね。そういうことです。それと、これがね、これよく質問されるんだけど、このスイッチね。これはね、プリセットトーンです。フロントだけに聞くようにね、してあるんだけど、これがオフ。で、オンだと、これオフだと、ちょっとパーンってくるでしょ？ないとね、これ入れるとちょっと持ちいい。一応プリセットトーンです。そういうことです。で、ネックはね、これは、これいくつだったかな？これ確か 300R。結構ベタに近い感じでね、こう、結構過激にチョーキングしても、まあ、音詰まりすることはね、一応、ないです。で、これはね、フレットは結構ね、なんとかな、背の高いやつを使ってます。タップがやりやすいようにね。で、ナットが、ブラスのね、真鍮ナット。で、ペグは普通のクルーソンにしてありますけど、ね、このクルーソンペグにするまでにね、まあ、これ5トンのなんだけど、3回ぐらいね、変えました。で、まあ、個体差があるからね、5トンでもやっぱり柔らかいのあるんですよ。で、これはね、今まで買った中で多分一番硬いんじゃないかなと思うぐらいに、意外に狂いにくいんですよ、これ。動かないからね。うん。まあ、ロトマチックだとこの辺のネジでね、調整できるけど、クルーソンの場合はね、どうしても劣化してくるとね、緩みやすくなるんだけど、これはね、もう結構年数使って、もうこれでも変えてから5年ぐらいかな。全然いいですね。こう触っただけじゃね、動かない。うん。だからこういうクルーソンタイプのペグを使う人はね、もしチューニング狂いやすいなと思ったら、もう諦めてね、新しいやつ、硬いやつを探してね、買った方がいいと思いますよ。まあ、あくまでも個体差があるからね。はい、そういうことで、僕が一番よく使う、改造テレキャスね。作ったやつね、これね。スワンプアッシュで作った軽い、3.3 キロの軽い、テレキャスです。はい、次はですね、モズライトね。まあ、モズライトでも、これも黒駒のね、エクセレントを、改造したやつです。もともとね、サンバーストだったんですけど、塗装をね、剥がしてホワイトにして、もうでも、もう、改造してから17年ぐらい経ってるかな。うん。だからね、もう塗装はね、もう、これよくわかん、これね、動画だとよくわかんないと思うんだけど、クラッキングだらけです。うん、ウェザーがね、かなり入ってます。もちろんね、ラッカーで、薄塗りでやったからね。で、見てわかると思うんだけど、3ピックアップね。で、フロントドリアがね、だいたい15キロぐらいのやつです。で、普通エクセレントだとね、多分5、6キロだと思うんですよ。で、ちょっとこれはね、特注品で巻き数の多いやつ。これ今リアね。で、センターで、リアで、うん。好きですね、とかね。で、フロントが、うん、こんな感じですね。で、センターピックアップはね、単体で使わずに、ブレンドするように、してます。だから、ここのね、
ボリュームで、これね今フロントとリアの音がこれに、ミックスね、センターをミックスすると、ないと入れると、ソロ弾いたりするときはね使わないんだけど、あのこうコード弾きやったりね、バッキングやるときに結構いいんですよね、混ぜるとね、センターをね。でもちろんあのリアだけね、単体のピックアップに混ぜると、まあ普通のストラトのハーフトーンみたいな感じ。ちょっとね、カンカンした音になるんだけどね。まあこれ結構使い道がね、いろいろある。で、まああえてね、このボリュームで調整できるようにね、してあります。こんな感じね。これはね、本当に一時期ものすごい質問があったんだけどね。なんか僕の見てね、チャレンジして同じように作った人ね、結構何人かおられるんだけどね。うん。でね、最初はね、濃いべっ甲をつけてたんだけど、なんかこう、白には、僕は個人的にはね、黒が好きなんですよ。黒のピックガードは。で、もう一本のモズライトは別光なんだけど、これはね、ちょっとあえて黒、イメージね、自分の中のイメージは、ファーストマンのね、やっぱアベンジャーを最初見た時ね、現物を見た時、かっこいいなと思ってね。うん。まあ本当に、学生の頃だけどね、本当に、最初見た時はね、ちょっとドキドキしましたね、あのギターはね。うん。まあ、今見ればね、本物のモズライトと比べれば、ちょっとおちゃらけてるなとこもあんだけど、最初見たときはやっぱね、アベンジャーがかっこいいなと思ったんですよ。うん。ね。まあ、その時の、子供の時のね、インパクトが強すぎて、だからこの、ホワイトボディには、なんか黒のピックガードがね、好きなんですよ。で、ベンチャーズのね、1965年のライブも白黒でしょ？だから、最初にベンチャーズ見たとき、まあレコード版で見たからね、色は分かってんだけど、動いてるベンチャーズ見たのはあれが初めてだから、白のモズライトは黒だと思ってたんですよ、ビッグガードね。うん。で、本物見てもなんか黒に見えるんですよね、ヴィンテージのいいやつは。うん。で、レプリカで、リーシューとかなんかで、まあ近年物のやつだと結構粗めの別光でしょ？茶別光みたいな。うん。で、僕の好きなモズライトね、加山さんが持ってたようなやつは、濃いんだよね、すごくね、べっ甲がね。うん。だから、めちゃくちゃ濃いべっ甲か、黒が好きなんですね。まあ、そういうことで、これはね、一応黒をね、わざととか意図的にね、こいつは、だから黒をね、使いました。まあ、黒に変えたってことね、べっ甲から。で、これはね、ビブラミュートは、台座がね、これが93年だったかな。これね、工場見学行った人から譲ってもらったんだけどね。工場でね、なんかそういう来賓の人にね、なんか、配ってたやつ？お土産にね、工場見学のお土産になんか台座を配ってたみたいで、それをね、もらった人からね、譲ってもらったんだけど、これ確か93年だったと。ブリッジとテールピースがね、これは66年のオールドからね、ちょっと移植したやつなんだけどね。で、ノブもね、これ66年の、まあ、この60、このノブと、テールピースと、これアームね、アームとブリッジは66年から、移植したやつです。だからね、ちょっとクラックが結構入ってるからね、あんまり過激にアームかけるとちょっと折れるんじゃないかと思って、ちょっとヒヤヒヤしてますけどね。はい、ね、クロックも改造した3ピックアップの、モズライト。で、もう一個、最後に、ね、リアの音がね、これで、ここにね、スイッチがあって、このスイッチを上げるとね、ファズがかかるようになってます。ないと
ファズがね一応入ってます。パッシブのファズね、結構歪むでしょ。はい、そういうことで、クロコマのね、モズライト、改造モズライトね。はい、次ね、これがね、今日最後の、これはね、アライ、1968年、アライの 1702T っていう、ね、モズライトのね、デッドコピーだね、1968年のね、うん、それを、ネックをね、中古で買った時にネックがね、もうかなりひどい状態だったから、もうネックを取っちゃって、ネックをね、ストラトのネックに変えて、まあもちろんもともとミディアムだからね。いや、ストラトはフルスケールだからね。まあこの辺ちょっと、ジョイントとかね、ブリッジの位置とか全部改造してね。普通のフルスケールね、324スケールに改造したやつです。だからもともとの、吊るしよりね、かなりちょっとテンションがね、きつくなってますから、こいつにはね、09を貼ってます、いつも。10だとね、ちょっとかなりきついんですよ、これ。で、音は好きですね。まあ、多分持ってるギターの中じゃ一番好きかもしれない。で、これもね、全部ピックガードから全部自分で作りました。それで、リアはオリジナルの、ピックです。これね、ピック、アップね。これリアの音ね。結構ね、巻き数は少ない。これね、インピダンスはね、そんなにないんだよ。これ、6キロあるかないかなんだけど、でも、マグネットが大きいからかな。結構ね、パワーあります。うん。で、リアはオリジナルの、そのね、当時の1968年のピックアップそのままです。で、フロントはね、死んでましたから、これはね、テレキャスのピックアップね、これ6キロぐらいだと思うんだけど、テレキャスのフロントのピックアップを、中身だけね、外のカバーそのまま使って、中へね、はめ込んでね、で、あと、エポキシで固めて、これ作ったやつです。中はテレキャスね。で、ちょっとね、ハイがきつくなりすぎたから、この、頭ね、これ、ポールピースのとこね、これね、ちょっと磁力を弱めたかったから、上にね、アルミのね、キャップをはめてます。まあ、キャップっていうかね、これ、リベットを改造して作ったんだけどね。アルミのリベット。それを、上にちょうどね、はまったんですよ、サイズが。で、乗っけてね、ちょっと磁力を、こう、弱める感じでね。そしたらね、ちょっとキンキンするのがいい感じで、まろやかになってね。まあ、よくアイショーリップスティックとかなんかみたいに、この上にカバードしたと多少、灰落ちし、いい意味で灰落ちするからね、丸くなるから。まあ、それと同じような感じで、こうね、意図的にアルミのキャップをしてね。ちょっと甲高さを。で、結構ね、フロントの音いいんですよ、これ。これ、カバーかけてあってもやっぱりちょっと灰でしょ。うん、ね、こんな感じです。フロントね。こんな感じ。で、ね、こっちがね、まずスライドスイッチが1個あるんだよ。これがね、プリセットトーンです。これ、オフの状態ね。で、プリセットを入れると。オフだと、で、オンだと、
ね、こいつもさっきのね、モズライトと一緒で、パッシブのね、ファズを入れてあります。はい、こんな感じでね、こいつも、ファズ入れてあります。うん。でね、こいつね、まあ、ファズ目的じゃなくてね、リアだけでやると結構ファズ きつめにかかるんだけど、普段ね、よく使うこのフロントリア足した音ね、これの時だとあんまり、その、やっぱり、下がるからね、出力自体がね、ミックスだとね、パラレルにするとね、で、まあ、これで使うことが多いんだけど、現場でね、JC120 しかないときにね、ちょっとキンキンするなっていうときね、ダイレクトにつなぐとき、JC を。そのときにね、こいつを入れるとね、このファズのスイッチ入れると、まあ、ファズ目的じゃなくて、こいつを入れるとね、いい感じでね、まろやかになるんですよ。だからまあ、JC 対策にもね、結構こいつ活躍してくれてるんですよ。まあ、今年はね、ちょっと出番なかったけどね、まあコロナでね。はい、そういうことです。こいつはね、ほんと一番お気に入り。こいつは超軽い 2.8 キロだからね、もう、長時間ぶら下げててもね、全然楽ですね。はい、もう、こいつはもう結構長いこと、作ってから結構経つんだけどね。こいつはもうやっぱ一番気に入ってますね。うん。まあ、どっか行くときにね、応援で行ったり、いろいろ宴会やったりするときに、まあ、どうしようかな、悩んだときはこいつを持っていけばもう間違いないと。うん。そういう一本です。荒井ね、今で言う、アリアプロ2ね。荒井の、もともと荒井だからね。荒井からアリアになった。アライの 1702T っていう、ギターです。これね、アライの 1702T って言ってもね、よくわかんないと思うんだけど、ユニボックスね、あるでしょ？カートコバーン。カートコバーンが使ってたユニボックスの、ハイフライヤーっていうのはこれです。これの輸出仕様版です。全く同じもんです。うん。だからね、よくコメントをね、書き込みやって、書き込みできるようにしてた時はね、海外の方からね、結構、ハイフライヤーどうのこうの、うんとかね、グッドだとかね、結構そういうなんかコメントいただいてましたけどね。だから、海外の人には、まあ、ユニボックスのハイフライヤーでね、まあ、どうしてもカートコバーンのイメージがあるからね、この、まあ、モズライトのコピーなんだけど、こいつはね、ほんと好きですね。うんで薄い、超薄いです。あ、これだけ薄いから軽いよね。いいでしょ、これね。だから全然疲れないですよ。ぶら下げても疲れないし、こう、抱えても疲れないし、ほんと弾きやすいしね。で、僕はこのね、根っこを変えたから、やっぱものすごく弾きやすくなったしね。うん。もともとは結構太めのネックがついてたんだけどね。まあ、とにかく超お気に入りのギターです。はい、そういうことでね、ちょっと簡単で、ね、申し訳ないんですけど、一応今日はね、3本。またね、年内中にまた残りのギターをね、ちょっと、スタンドとかね、あとフルアコとかね、まあ、その辺をね、またまとめてね、ちょっと、解説したいと思います。はい。また、よかったら、覗いてやってください。